先ほど私が申し上げました統帥権緩和の問題について触れていきたいと思います。統帥権の問題は明治憲法の第1条第11条です。天皇は陸海軍を統帥する、これ一文ですね。この条文を素直に読めば統帥権、つまり軍隊を指揮する権利のことなんですが、これは天皇のみが持っているという規定になりそうですけども、裁判とかと一緒ですよ。もちろん実際は天皇ご自身が指揮を取られるなんてことはありえません。議会や国務大臣、裁判所と同様に陸軍や海軍の責任者が統帥権を実際握っていました。でね、この条文がなんでわざわざ他と独立して設けられたのかという話なんですけども、これには雇用側の立法趣旨があるんですよ。戦争をね、決断する、始める、あるいは戦争を終わらせる、これは確かに政治家の仕事です。でも戦争を始まった後は軍を指揮するのはやっぱり軍人なんです。つまり戦争開始後の指揮権は軍人に任せた方がいい。だから天皇の名のもとに陸軍や海軍の責任者が統帥権を持ってるんだというふうに考えたんですね。要するに司法権の、裁判所が司法権の独立と言われているのと同じように、統帥権の独立っていうのがこの立法趣旨なんですね。でね、この明治憲法が定められた当時というのは明治維新の元勲、つまり国家に尽くした大きな功績のある人のことですね、であったいわゆる元老と呼ばれている人たちが大きな力を持っていましたし、また西南戦争などの不平士族の反乱から生き残ることによって豊富な経験を持ち、なおかつ力の強い軍隊もその当時は国家に忠誠を誓う、要するに執行にこの国のために俺たち軍人は存在するんだというしっかりとした国家観を持っていました。したがって統帥権の独立が文章上憲法上で問題になっているからといって、我々は当然国家のために頑張るんだという意識が強かった軍隊には統帥権の独立なんていうのは全く問題にならなかったんです。しかし歴史っていうのは残酷に時間を費やします。時が流れるに従って元老のほとんどは死んでしまいました。でまた軍隊も、日清日露を戦った、ね、経験豊富な軍隊もやがて年を取ることによって世代交代していきます。でまた軍隊は軍隊だけで力を持っていくもんですから、やがて軍事上の、功績で作用されるのではなくて試験という一つの目手段で成し上がってきたいわゆる頭脳派と言われる人たちが台頭していくわけになるんですね。ペーパーテストだけで実施経験が抜きで判断されていく、これはいつの時代も同じですが、この軍事も同じことでした、ね、つまり頭脳は優秀なんだけども、あてんてんてんという人たちも増えていったわけです。そしてまた第一次世界大戦後はもう一回の世界大戦で懲りた諸外国は世の中全体で軍縮、つまり軍備を減らそうという動きが主流になっていきました。一度ってでっかい戦争を経験するともうやりたくないってみんな思うわけですよ。でやりたくないようにするのはどうするか、世界各地で軍事を行産やっと費やしてるからこんなことになる、じゃあ減らせばいいじゃないかというふうに考えるのはむしろ自然ですよね。でその流れの中で我が国も軍縮ということになったわけなんですね。で軍縮をするということはどういうことかというと、軍人さんの地位がそれまでは重要だったのが軍縮の流れに従っていくについて、軍人さんってそんないらんやないかと、そういうふうな思想が国民の中で定着していったんですね。結局軍縮の流れの下で相対的に軍人の価値が下がったことによって、軍人の不満というのが次第に大きくなってくるわけなんです。彼らはエリートです。頭脳は明晰です。でもそんな人間が、ね、地位が下げられてしまうと当然不満に思いますよね。でそんな折です、昭和5年1930年でした。
ロンドンで海軍の軍縮会議が行われました。我が国が各国と海軍の補助艦、ね、補助艦って何かというと海軍は大きな軍艦ありますね。その軍艦を助ける意味で補助艦というのもあるんです。でその補助艦の数を減らそうじゃないかと、そういう規定を結んだんですね。でそれが明らかになると堪忍袋の尾が切れた軍部はとうとうこういうことをいたしました。海軍軍令部長の同意を得ないで政府が勝手に軍縮条約を調印した行為は憲法に定められた天皇の統治権を脅かすものである。これが統帥権の看板である、ね、看板とは他の人間に込み入る、他の人間とか割り込む、つまり干渉して他者の権利を犯すと言います。統帥権の看板に値すると天皇にしか統帥権は認められていないのに勝手に国が政府が、ね、軍縮を決めるということは統帥権の看板であると、彼らは頭脳明晰ですからそういう考えを出してきたわけなんですね。でこの時になって初めて統帥権看板というのが問題化してきたんです。